皆さんこんにちは、そしてこんばんは。大戸浩司のカラオケレッスンへようこそ。今回は瀬口祐樹さんで定めの海、こちらもノーマルでお付き合いいただきたいと思います。楽譜の1段2段をまず歌ってみましょう。最初普通はこうだと思います。せーのび、音が増えていると言いますか、これすくってるんですよ。せのびのせもう8分音符でね、本来の音からすると3つ、半音で3つも下です。せーせーで下がって、今度はすごいね、5つも上にのーのー、大きくすくいです。8分音符分、とにかくどうしたのというぐらいすくいがまあ大きいんですね。せーのびしたって、ここもしたってて、はい、そういうことなんですよ。それじゃあここを歌いましょう。またまた一拍目から、そして、みとえが同じ高さ、低い方で、そして、1オクターブなんですね。ですから大きく、まあ、このスラーがついているように、こう滑らかにね。みえぬあす。ぬーぬーぬを歌うとすぐに回します。拳ぬーあーす。じゃあご一緒にみーさん、はい、みえぬあーす。では1段目歌いましょう。なかなか読めませんでした。申し訳ありません。二人の、これまた一段目よりもっと激しい、長いんですよ。こんな感じ。二人のののはい、まあ見事なまでにね、下から
あの半音で3つ上げます、救います。今度は今宵は、よが長い、よみよみ、みとわが一緒、わわわ、滑らかにね、押し下げ、はい。じゃあ二人の三、はい。二人の今宵はめくれない。一泊休む、めくれの目の前、意外と待たされますよ。長いですよ。めくれ、目とくが同じ高さ、うという母音が一つ入りますよ。なくさないでね。めくれないない、このなの音が長い、なあなあ、その遅れこぶし、ない下からすくうんですね、ここもね。じゃあ一泊休んでめ、ご一緒に三、はい。めくれない。じゃあ二人、ご一緒に三、はい。二人の今宵はめくれない。それではね、前半の仕上げです。皆さんでどうぞ。まだまだ救います。そしてもう長いんですよね。定めという名の、ののには点がついてます。八分音符より長いんですから、長い。定めという名の、まあどうしてと言いたくなるぐらい。その次、あなたの海に、
ねえ、すごいでしょ。海に海に、結構長いんでね、びっくりね。定めの方がちょっと低くて、あなたの方が少し高い。参りましょうか。定めと三、はい。定めという名のあなたの海に、心も体も投げ出したのは、心、心も体も、1番、3番もそうですね。小舟にで、2番は字数がちょっと少ない。うん、燃えて、若干違いますが、こっちの方が歌いやすいんですね。うん、心もろも、ろが短い、間をちゃんと開けて、体も体もももそう、体もまでが同じ高さ、上げないで、体もまで同じ高さで歌って、ですくい上げます。はい。体もな、な、どうぞご注意ください。こういうふうにもうずっとすくいです。もう、もうですね。このもうと上がった音、その音と同じ、な、なげ出したのは、な、な、な、その前の音を覚えておく。なげ、なげ出したのは、はい、出し、拳、出したの、たのは、たがちょっと遅れ気味なんですけども、あとね、たのは意外と忙しい。心も、参りましょうか。三、はい。心も体も投げ出したのは、戻りますよ。定めとい、三、はい。定めという名のあなたの海に、心も体も投げ出したのは、すごいね。ずらしてずらして、まあ大変な音符です。キリにキリ、ここに拳、そのこの音と同じ音でにーにー、もう完全な、先ほどから初めからというべきですかね、もう持ち上げすくい上げです。キリにに、かか、またこれもすくい上げ、かすんだかかか、
一度下げてあります。にーと上がってるんですけども、下げてかーかーかーすんだー。だの音は、まあ、単純に言えば右にずらしてある。遅らせてあるわけですね。じゃあ、キリ、ご一緒に、三、はい。キリにかすんだ。難しいからもう一度ご一緒に、三、はい。キリにかすんだ。夜でした。一泊休み、これ前半でもありましたけど、なんか長く感じますよ。夜で、夜とるが同じ高さ。ね。そして、した。しーしー拳、しの音から半音で3つも上がります。これが正しい拳。た、最後もすぐにしーたしーたではなくてしーた。演歌ですよ。演歌はこういう歌い方。ごめんなさい。たーたーじゃあ戻りましょう。キリさん、はい。キリにかすんだ夜でした。テンポアップです。さん、はい。定めという名のあなたの海に心も体も投げ出したのは霧に霞んだ夜でした。皆さんで定めと三、はい。この分ではまたね、いつものようにワンコーラス弾きますって偉そうなこと言うんですが、どうなのかな。はい、それでは参りましょう。
救いと言いながら、なんとか最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。男性、あ、ごめんなさい、先に女性ですね。女性はノーマル -1-2 とお試しください。そして男性はプラス3、まあ、どうしてもという方はプラス4もありでしょうか。はい、今月もですね、また発売前の曲ばかりを続けてアップしておりますが、そんなに急ぐことないんです、申し訳ありません。でもまだこの後も続きます。どうぞご期待ください。お付き合いくださいましてありがとうございました。